はい、どうも皆さんこんにちは。ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では、狭くても快適にお金が貯まる暮らし方ということで動画を撮っていきたいと思います。で、僕たち夫婦は今 1LDK の間取りで35平米の広さの家に住んでるんですけど、ちょくちょくリスナーさんから、いやいや35平米ってちょっと狭すぎないっていうご質問をいただいたりします。で、僕がそのコメントを見るたびに思うのは、もし今部屋が狭く感じるのであれば、空間の使い方を工夫すればいいのになぁなんて思うんですね。で、僕たち夫婦が今このアパートに住む前の1個前のアパートは 2DK の間取りで45平米の広さだったんですね。だからここのアパートより10平米広い部屋に住んでました。でも今のアパートの方が、部屋の方が十分快適に住めています。特に狭くて窮屈感を感じることもないし、不便さを感じることもないし、広さは狭くなったといえど、全然こっちの方が快適に自由に住めてるんですね。なので今回の動画では、最小限のスペースでも快適に暮らせるミニマルライフの良さだったりコツをお話ししていきたいと思います。で、僕たち夫婦のおおよその1ヶ月の生活費がこちらなんですけども、今住んでるアパートの家賃と共益費と、そして車1台分の駐車場込みで6万4000円です。で、食費が外食費込みで約5万円で、光熱費が多くて2万円で、自動車、これは自動車保険とかも含めて約 1.5 万円。通信費が 1.5 万円。日用品が多くて1万円。で、趣味娯楽費が1万円。で、その他雑費が1万円。ということで、まあ、おおよそ僕たち夫婦の1ヶ月の生活費は20万円前後で収まっています。なので、僕たち夫婦は全然お金のかからない暮らしをしているんですね。まあ、こんな風に物が少ない暮らしになってから、物欲も前にも増して、夫婦ともども減ったし、無駄遣いをすることがなくなったので、本当にミニマルな暮らしはお財布にも優しいと思います。で、ここからは必要最小限のスペースで快適に暮らす秘訣をちょっと話していこうと思うんですけど、おおよそ1年前からこのアパートに住み始めてるんですけど、当時物件を探す時の条件っていうのが、まずは内装が綺麗ということ。そして、お互いの職場から家が近いということ。で、あとはスーパーに近いということ。そして、妻の希望としては、独立洗面台があったりとか、お風呂の排水口が小さいということです。昔住んでたアパートのお風呂の排水口ってすごく長くて、お掃除が大変だったので、新しく住むところは、小さな排水口、掃除が楽な排水口がいいなと思って、まあそういった物件を探してました。で、家賃が4万円から6万円で探していて、そこまで広い家じゃなくてもいいなと思ったので、間取りは 1LDK とか 2DK で探していて、で、ちょうどその条件に当てはまる物件が、こちらの物件だったので、1年前から住み始めたわけです。で、正直、2人で住むには広いとは言えない部屋なんですけど、でも物が少なければ必要十分な広さといった感じです。広すぎることもなく、狭すぎることもありません。で、僕たち夫婦は小さな部屋に快適に住むために、無印良品とかニトリに行って、おしゃれな空間づくりの勉強をしたりもしました。やっぱりご家族で一緒にミニマルライフを楽しむためには、何もない空間よりも一つ一つのインテリアにこだわって生活感を出すことだと思うんですね。本当に何もない必要最小限の、それこそテレビも冷蔵庫も炊飯器も何もないっていう部屋になっちゃうと、自分はいいかもしれないんですけど、ご家族がゆっくりくつろげない空間になってしまうので、その辺の空間づくりってやっぱり気をつけなければいけないんですね。そこでちょっと今から簡単なルームツアーを兼ねて、僕自身がおしゃれで快適な空間づくりをするために、生活感を出すためにどんなことをしてきたのかっていうのをちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。はい。で、まずこちらがリビングなんですけども、リビングに置くインテリア選びのコツとしては、やっぱりできるだけ
コンパクトでデザインがシンプルで、そして生活感が出るものを選ぶといいと思います。例えば我が家には植物とか観葉植物とか緑のものは置いてないんですけども、でもこういったカーテンとかをね、まあ、ちょっと緑を入れてあげることによって部屋をちょっと明るい雰囲気にしてくれたりとか、まあ、生活感を出してくれるんですよね。で、あとは奥の方にテレビ台があるんですけども、テレビ台とかも無駄に収納の大きいものを選ぶのではなくて、必要十分な収納ができる大きさ、コンパクトなテレビ台を選ぶっていうのも一つのコツですし、あとはこちらにテーブルがあるんですけども、椅子とかも家族2人分しか用意していなくて、来客用とかがないんですね。で、こちらの椅子とテーブルはニトリで買ったものになるんですが、非常に作りもシンプルでおしゃれなので、まあ、そういったものを選ぶといいかなと思います。で、あとは僕のチャンネルでは結構口を酸っぱく言ってることなんですけども、置かない、敷かない、かけないっていうのは心がけていて、床になるべく物は置かない、そしてなるべく床に物は敷かない、マットとか絨毯とか、まあ、そういった類のものは敷かないっていうのと、壁になるべく物はかけないっていうのを意識してるんですね。やっぱり大きな収納家具があったり、それこそ収納ダンスがあったりとか、大きなソファーがあったりとか、大きなテーブルがあったりすると、もうそれだけで部屋が狭くなっちゃうんですよ。だからそういったものはなるべく使わない、持たないっていうのが大事になってくると思います。はい。で、奥に見えるのが僕たち夫婦の寝室なんですけども、この寝室も同じように大きなベッドとかを置いちゃうと、もうそれだけで空間が狭くなってしまうので、僕たち夫婦はこんな風にお布団を敷いて寝ています。で、お布団であれば昼間活動する時なんかは畳んでしまっておけば、こんな風に広く部屋を使うことができるので、まあ、正直ベッドを持つよりもお布団とかマットレスとかそういったもので寝た方が狭い部屋でも快適に住めるんじゃないのかなと思います。はい。で、こちらが僕たち夫婦のウォークインクローゼットになるんですけども、まあ、昔はですね、まあ、こんなような5段ある収納ダンスを使ってたんですけど、あれから服をかなり減らして、まあ、僕なんかは1年間を10着以下で着回すようにしました。で、妻の服はあまり見せると怒られちゃうので、あまり見せないようにするんですけど、僕たち夫婦はここにある洋服だけで過ごしています。あとはちょっと下の方にね、まあ、下着類だったり靴下だったりとかが入っている収納ダンスがあるんですけど、まあ、かなり衣類に関しては少ない方なのかなと思います。で、他に収納しているものはこんな感じですね。で、僕たち夫婦はちょっと小さめの部屋に住んでいるということもあって、できるだけ普段使わないものとか、使用頻度の低いものに関してはできるだけ視界の入らないところ、まあ、こういったウォークインクローゼットに収納するように心がけています。はい。で、こちらが我が家のキッチンなんですけども、当然ながらキッチンの上には必要最小限のものしか置いていなくて、まあ、調味料だったりとか、調理器具だったりとかを山ほど置かないようにしています。で、我が家の冷蔵庫は一人暮らし用の冷蔵庫で、容量が115リットルしかないんですよね。だから結構小さめの冷蔵庫を選びました。やっぱり冷蔵庫が大きければ大きいほど、そこにいろいろ食材とかを詰め込んでしまって、食べ物を腐らせてしまったりとか、賞味期限を切らしてしまったりっていう原因になりかねないので、二人暮らしだったら115リットルぐらいのちょっと小さめな冷蔵庫でも十分じゃないのかなと思います。で、調理家電に関しても便利グッズって今世の中たくさんあるじゃないですか。で、そういうのを持ちすぎると収納がいくらあっても足りないってなってしまうので、我が家ではこの電子レンジと、あと奥の方に炊飯器と電気ポットがあるんですけども、調理家電に関してはこの3つしかありません。ちなみに我が家の冷蔵庫の中はこんな感じになっております。もう本当に必要最小限のものしか入ってません。もう基本的に入ってるのは調味料だったりとか、2、3日分の食料ですね。で、僕たち夫婦は買いだめをほとんどしなくて、まあ、大体数日に1回買い物に行くっていう感じでやってます。やっぱり食材が多ければ多いほど、特に一人暮らしとか二人暮らしとかだと使い切れないんですよね。だからそういった意味でも冷蔵庫は小さくして、数日分の食料だけを冷蔵庫に保管するってした方がいいと思います。で、冷凍庫に関してもですね、まあ非常にちっちゃいんですけども、下の方にあるのは野菜の冷凍とお肉の冷凍ですね。野菜とお肉に関しては買ったその日にカッティングをして、
冷凍保存するようにしてます。まあ、これによって物を腐らせることもなくなったし、事前にカッティングすることによって調理時間も短くすることができるので非常に便利です。はい。で、あとはこんな風に調理器具も最小限にしたりとか、食器も2人分しかありません。で、こちらには鍋とかボウルとかザルとかが入ってるんですけども、まあ、こういった調理器具も最小限ですし、あとこちらにあるのは常温保存の食材とか調味料のストックなんですけど、まあ、こういった調味料とか保存食なんかもほったらかしにして賞味期限切れのやつとか絶対あるんですよね。だから定期的に僕たち夫婦はちゃんとチェックして、普段の食生活で使うものしか置かないようにしています。で、こちらにあるのがキッチンペーパーと、あとは掃除道具だったりとか、排水口のネットだったり、食器洗剤のストックだったり、あとはこちらが家中のお掃除をこれ一本でできる歌丸クリーナーですね。で、こんな風に物を溜め込まないからこそ、物をしっかり使い切ることもできるし、物を腐らせることもないので、こういったシンクした収納とかも、本当に普段の生活で使うものしか残さないっていうのは大事だと思います。続いてこちらもキッチンにある食料庫になるんですが、ここにある食器もですね、家族2人分のものしかありません。こちらにある食器が我が家にある食器すべてになります。全体を見るとこんな感じです。はい。で、こちらが我が家のお風呂場なんですけども、こちらにあるボディーソープとかシャンプーとかリンスは家族共有で使ってます。で、ここにあるスポンジはお風呂掃除用のスポンジで、こんな風に S 字フックがなくても、スポンジ自体にフックがあるので、まあ、こんな風にね、お掃除した後に引っ掛けられるので、まあ、そういった工夫とかも大事かもしれません。で、あと我が家には湯桶とか椅子を置いていなくて、僕たち夫婦は立ったまま体を洗い流すので必要ないかなと思って手放しました。やっぱり湯桶とか椅子とかも汚れると掃除が面倒くさいじゃないですか。だからそういった手間とかを取り除くためにも、もし使わないのであれば手放しても全然問題はないので、ぜひこんな風にお風呂場も最小限のものだけにしてみてください。はい。ということで、ちょっと簡単ではあるんですけど、ルームツアーをしてみました。で、またもしこんなところが見てみたい、ここはどうなってますかっていうご質問があれば、ぜひコメント欄に書いてください。で、こんな風に僕たち夫婦はここに住んでから約1年ぐらい経つんですけども、できるだけ狭さを感じないように、物も収納家具も必要最小限のものしか持っていません。やっぱり部屋を広々使うためには余計なものを置かないことも大事だし、無駄に収納ケースを買ったりして収納スペースを増やさないことも大事だと思います。ちなみに僕の妻はミニマリストという自覚はないんですけども、昔は今以上に持ち物が多くて、このアパートに引っ越すってなってからかなりのものを手放したんですね。で、今のミニマルライフをどう感じているのかというと、今となっては少ないもので暮らす暮らし方に慣れたそうで、しかも物欲が減って節約にもなったし、家事も楽になったし、物を減らしてよかったと感じているそうです。で、僕たち夫婦が小さな暮らしをしようと思ったのは、経済的豊かさと自由な暮らしを手に入れたいと思ったからです。生活水準を上げずに小さな部屋に住むことによって、それだけで節約にもなって、お金も貯まりやすくなるし、何より家事が圧倒的に楽になるので、時間的余裕も生まれやすくなります。なので、そういった意味で、まあ、35平米という広さは、普通の人から見れば狭いと感じると思うんですけど、まあ、こんな風に物を減らせば十分快適に広く過ごすことができるっていうのと、お財布にも非常に優しいっていうのが今回の動画でお伝えできればなと思います。ということで、最後に今回の動画をまとめると、部屋が狭くても快適に住むコツとしては、まず一つ目が、部屋には最小限のものだけを置いて、部屋を狭く感じさせない。っていうのがまず一つ目のポイント。で、二つ目は、インテリアはシンプルでナチュラルなもので揃えるということ。で、三つ目は、夫婦でミニマリストを目指しつつも、快適な暮らしに必要なものは買うということ。そして四つ目は、家族の分だけを持つということ。そして五つ目は、ベッドは持たず、布団で寝るということです。この五つのポイントが、僕たち夫婦がたとえ小さく暮らしていても、
快適に暮らせている秘訣だと思います。ぜひ皆さんも今回の動画を参考に最小限のスペースで快適な暮らしを実現してみてください。そして必要最小限のものだけを持てば、その生活自体が節約になるので、一石二鳥です。ということで、もし今回の動画がちょっとでも参考になりました、よかったよと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして下の方にコメントもお待ちしております。ありがとうございました。